シャックです。マッツンです。今日のテーマはこれからバイアウトになりそうな選手まとめ。聞いたー、ロケッツはなんか多そうじゃないか。ちょうど昨日ね、トレードで動いた選手全部まとめ出しました。もう忙しかったね。トレードデッドラインが終わった後、次気になるのはやっぱりね、これバイアウト誰がなんのか。NBA ってどこの時期つまんでも面白いよな。おもろいけど、その中でも一番盛り上がるっていうのがこの多分シーズンかなとは思う。ホットやね。なのでね、今日はどの選手がバイアウトになりそうか、今の噂も含めてお届けしていこうと思います。はい。そしてね、明日12日素人NBA月1ライブ開催させていただきます。よっしゃー、みんなで話そう。はい、この辺のトレードが終わったんでね、その辺の話やバイアウトの話したいと思うので、ぜひ皆さん遊びに来てください。気軽にお越しください。今日も最後まで皆さんお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッとポチー、そしていただいた窓の方は忘れずチャンネル登録いただけると僕らの続けるモチベーションになるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。まずバイアウトになりそうな代表的選手といえばラッセル・ウエストブルック。やっぱ動く、まあ動くか、わからへんねんけどな。ラスの普通にジャズでプレイしても全然おかしくないし、若手も多いし楽しくはなりそうやで。イメージはむしろちゃんと勝てる可能性もあんねんけど、うん、とはいえバイアウトになりそうな選手の代表格としてはやっぱラスの名前はすごい出てくる。またラスのコラが止まらへんね、これは。いやー、そうやね。すごいな。で、なんだかんだバイアウトになったら多分狙うチーム結構多いと思う。値段が高すぎるだけやからね、言うて。そう、大体20ミリオンぐらいでも全然おかしくないから。手上げるチームはありそうとね。で、今実際に例えばクリッパーズ、ヒート、ブルーズとかそのあたりが狙うんじゃないかみたいなのも言われてる。ヒートいいやん。けどラスの速いペースに対してヒートの結構ゆっくりめなバスケに合うかどうかどうかな。全員置いていけもう。素人 NBA アスレ走れっつって。アスレへんも走れへんやろ。こん中で言うと確かにヒートやねんけど、ブルーズとかクリッパーズはもっと微妙やな。多分微妙やと思うよ。しかもバイアウトになった選手って次の選択ってめっちゃ大事なわけよ。盛り返すかしょぼしょぼってなるかやもんな。そうやね。なのでやっぱある程度ラスのこう盛り返せるようなチームに行った方がいいっていうのはもう間違いない。ケンバさんみたいにならんといてほしいね。いやー、そうやね。で、例えば他で言うとどの辺が合いそうかで言うと、俺結構合うなと思ったのはゴールデンステートウォリアーズ。ウォリアーズなんや。控えのガードもう少しアップグレードさせたいとか、そもそもウォリアーズのペースがめっちゃ速いから。なるほど、そこは合うか。そう、しかもカリーが今怪我でいないとか、若手もね、今回ワイズマン以外は残った形にはなるけど、セカンドユニットで若手引っ張る枠やな。そう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 。それやったらまあイメージ1試合15分とか20分ぐらいで引っ張ってもらえる感じだったらいいのかなとは思う。そしてもう1チームはね、それこそフェニックサンズ。サンズはもうおもんないって言ったら、いや、おもんないけどな。だデュラントとラスがもう一回見れるっていうのはこれファンとしてはちょっと見たい。まあまあまあ OKC ファンは嬉しいかもしれんけど、それででもまあクリポがそれをするならいいかも。そうや、全てはクリポのためみたいなのもあるし、もうその時はいいや。なんでね、このあたり、しかもサンズは KD 獲得するためにアセットを出しまくってロスタースカスカなんで空きがある。なのでこのあたりは結構狙ってくるかもしれん。そしてその次がパトリック・ベバリー。ベバリーは動くな。ベバリーは動くと思う。マジックが置いとく理由がないから。置いといてもお互い不幸や。しかもガードの層も厚いからね。もう出番ないがな。で、そんなベバリーがもしバイアウトされた場合やねんけど、一番可能性があるのはまずはミネソタ・ティンバーウルブス。わー、熱いな、戻ってほしいな。やっぱベバリーの存在、ああいう存在がウルブスに絶対必要やし、うん、ベバリー自身も自分の価値を証明するためには昨シーズン証明できたウルブスが一番合ってるとは思う。やっぱいいかな、キャットが起きひんから行って起こさない。いやー、それもあるしな。あとはクリッパーズもう一回戻るとかもあるかもしれない。あー、そっちはそっちで合うな。合う。これはそうなるとレイカーズとの LA 対決バチバチやねんけど。やばいなぁ。いや、ちょおもろいやん。そういうドラマも見れるから、この辺ベバリーはね、最近転職が激しくはなってんねんけど、需要は間違いなくあると思って、うん、この辺がどこ行くか。そして次が、ダニー・グリーン。動くでしょ。もう申し訳ないもん、いんのが。そうやね。ロケッツが置いておくとは思いづらいし。かわいそう、かわいそう。それこそダニー・グリーンも、フェニックス・サンズとかめちゃめちゃ合う。あー、おもんないなぁ。そうなるとね。ただまあ結局、KD のトレードがあった時点でそうなってまうよ。まあもう、どうせなら振り切ってもらう？おもんないに、もう。すでにもうおもんないねんけど。いや、わからへんけどな。試合したらぐちゃぐちゃかもしれんから。あるいは、
サイブルがシクサーズが出てたんで、シクサーズとかもおもろいかもね、うん、また出戻りやん。また出戻りありやね。この辺は全然可能性あるかなと、うん、そして次がケビン・ラブ。ラブマジでラブ今はもうローテーションから落ちてて。あ、そうなんや。そうなのでバイアウトなるんじゃないかっていうのは言われてる。ケビン・ラブはそれこそウォリアーズとか、例えば勝ちに行くんだったらブルックリン・ネッツとかもおもろい。ああ、おもろいな。ちなみにブルックリン、KD とカイリーがいなくなって早速ブルーズに対して立ってるからね。すげえ、さすが。いやー、やばい。 3&D 軍団っていうよりはやっぱディンビディがもう早速引っ張ってくれて、あ、やっぱ俺の場所はここや言うて。いや、絶対そう思ってるはず。かっこいいね、彼はかっこいい。なんか昔のディアンジェル・ラッセルがいた時代のブルックリンすごい面白かったけど、うん、あんな感じの雰囲気をちょっと感じたんで。じゃあネッツファン心が癒されたね、きっと。渡辺は良かったしね。うん、この辺ケビン・ラブのバイアウトはあるかもしれません。そしてその次がウィル・バート。今ウィザーズやねんけれども、ローテーションからは外されてて、あらあら。ただ彼の得点力っていうのはやっぱり評価されてもいいぐらいの選手持ってるんで、なので例えば得点力が足りないブレイザーズとか、そこにね活躍をベンチから、例えばグリズリーズとかもあるかもしれん。そしてその次がピストンズのナーレンズ・ノエル。お、ノエルも。ノエルは今回トレードで噂すごい立ってんけど、結局まとまらんかった。あれって思ったよな、自分も。いや、思ったと思う、うん、みたいな。それこそダラス・マーベリックスがいろんなチームが狙ってるみたいな話もあってんけど、その中で決まらなかった。そんなノエルがバイアウトになったら、例えばサクラメント・キングスとかはすげえいいと思う。まあもうキングス補強しよう。キングス動かへんかったね、今回。いや、動かへんかった。俺動くかなと思ってんけど、うん、このまま行く感じや。バイアウトになった場合はミニマムに近い契約でノエル取れるんで、そうなるとリングプロテクターがいないキングスのことは結構ありかもしれない。お得や。そして次は同じピストンズのベテランガード、コーリー・ジョセフ。ジョセフもね、なんだかんだピストンズは長いんですけど、どのチーム行ってもプレーメイクもそうだし、外からも打てるガードなんで需要はあるかもしれない。ありな、ありな。素人 NBA。そして次がマジックのテレンス・ロス。あ、ロスがロスする。その話はもう去年からずっと出てて去年のバイアウトまとめにも俺多分テレンス・ロス入れたと思うけど、同じこと俺も言ってると思う多分言ってた。でロスはね、確かに今シーズン終わった後に契約が切れるから、マジックとしてはベバリーとロスは出すというかバイアウトするんじゃないかとは思う。なるほどね。彼も得点力あるガードなんで、その得点力が足りてないチームにとっては需要があるかもしれない。そしてペイサーズに行ったサージ・イバカとジョージ・ヒル。あ、イバカ？マジか。イバカはすでにもう解雇になるんじゃないかみたいな話は今あんねん。あら、切ないわ。ただベテランやけどまだね、言うて活躍できる選手やし。さあぞ、頑張るぞ。ジョージ・ヒルも経験があるんで、この辺ペイサーズとしては間違いなく2人は必要ないと思うんで、彼らがどうなるかっていうのはすごい注目です。そしてレジー・ジャクソン、ホーネッツに行ったわけやけど、ホーネッツで需要があるかと言われると厳しい。なるほど。でもすでにバイアウトになるんじゃないかっていうのはもう言われてて、あ、もう噂も出まくってんだよ。今シーズンなかなかクリッパーズでね、思ったほど活躍はできてないねんけど、うん、ちょっと次の契約どうなる。うわ、頑張り時やね。いや、ここ頑張り時やね。そして最後がジョン・ボール。そりゃな、もう出てってくれ、もう申し訳ないって。バイアウトじゃなくて解雇予定なんじゃないかとかは今時点で言われてんねんけど。これでバイアウトなんだ、もうバイバイバイアウトみたいな感じやな。もう何回バイアウトすんの、ロケッツでみたいな。バイアウトすんの、ロケッツでみたいな。素人 NBA。ジョン・ボールはね、今シーズンクリッパーズ行って楽しそうではあってんけど、ただやっぱアウトサイドが入らんだったりとか、クリッパーズにはちょっとフィット微妙だったよ。うん、そんなジョン・ウォールが昨シーズンから評価が下がってる中なんで、どこのチームがもらいに行くのか、そもそも手上がんのかみたいなのもあるね。そこもあるなね。アスがバイアウトになったらウォールよりも当然ラスの方が価値は高いと思うから。ラスの方が証明してるからな、いろいろ言うて。すでにね、言うてラスなんかね、爆発するときは1試合20点以上叩き出してくれるから。そう、トリプルダブル近い活躍も見せますから。そうそうそう。なんでこのあたりがね、そろそろバイアウトになって、じゃあその選手が次どこ行くのかっていう話が出てくると思うんで、楽しみや。ここもはい、引き続きすごい注目です。以上、今日はバイアウトになりそうな選手のまとめ、いろいろ話してきました。あなたはね、この中でバイアウトの可能性が高い選手誰だと思いますか？あるいはその他にもね、バイアウトされそうな選手誰だと思いますか？ぜひ皆さんの熱い思いコメントに聞かせていただけると嬉しいです。コメントお待ちしてます。そして僕たち明日以降も皆さん楽しんでいただけるアニメ動画どんどん出していくので、どんどんどん、まだチャンネル登録されてない方はこの動画を見てすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他メンバーシップでは月1本アニメの止まらないワクワクするワクワクする、ワクワクする、NBA オタクになりませんか？なりましょう。サブチャンネルではメインでは話したトピックについてもいろいろ話してるんで、ぜひそっちもチャンネル登録してください。頼むー。
SNS は Twitter、Instagram、TikTok、幅広くね。広くね。ぜひ皆さんそっちもフォローお待ちしてます。概要欄にリンクあります。見てください。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも聞いてください。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ロケッツはいろいろ動くぞ。ラスはどこに行く。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。スポンサー随時募集しております。ご連絡は概要欄のメールアドレスに送付ください。